今回はこのようなアップルのロゴのグラフィックを参考にしてこちらの光るテキストを作成しました。左側がテキストの内側だけをグローさせたもの、右側がテキストの外側もグローさせたものです。グローとはオブジェクトに輝きを付加する効果を指します。グローは CG を作成する上で視覚的な魅力を高めるために広く使用されています。アフターエフェクツを使う上でも一つのテーマになるほどの問題なので、グローについては繰り返し試すことが重要です。今回はこの光るテキストを用いてグローについて簡単に解説していきたいと思います。どうして光って見えるのか、美しいグローはどうやったら表現できるのでしょうか。こちらのセイバーというプラグインを使って学びましょう。セイバーは無料で提供されているライトセイバーを作り出せるプラグインです。クオリティは見ての通り、実写に合成しても使えるレベルです。この綺麗な光はどうやって作られているのでしょうか。セイバーを触ってもらえばわかると思いますが、セイバーの光はレイヤーに分かれています。光の中心のコア部分と周りの光、グロー部分に分けられます。適切なグロー幅はコアの幅によって変わります。そしてこの周りのグロー幅を十分に取ってあげることで、より綺麗な発光感が得られます。光は距離が離れるほど弱まります。現実の光の減衰は2乗に反比例が物理的に正確になります。つまり距離が2倍になれば光の強さは4分の1になり、距離が3倍になれば光の強さは9分の1まで弱まります。セイバーもグロー部分はグロー1から4の4つのパーツに分かれています。ボケ足の違う鋼材素材を4枚使用してこのような綺麗なグローが作られています。それを踏まえてこのようなテキストの内側を光らすような表現をしてみましょう。まず新規でコンポジションを作成します。名前を M アンダーバー、グローアンダーバー、テストという名前にします。まず背景として黒い平面を作成します。そこにテキストツールで M と入力します。テキストを画面の中心に配置します。テキストにレイヤースタイルから鋼材内側を適用します。レイヤースタイルの高度な合成から塗りの不透明度を 0% にします。鋼材内側の不透明度を 100% にして色を白にします。そしてサイズを3にします。このレイヤーを複製し鋼材内側のサイズを6に変更します。このテキストレイヤーの不透明度を 80% にします。このレイヤーを複製し鋼材内側のサイズを12に変更します。このテキストレイヤーは不透明度を 40% にします。このレイヤーを複製し鋼材内側のサイズを24に変更します。このテキストレイヤーは不透明度を 20% にします。このレイヤーを複製し鋼材内側のサイズを96に変更します。このテキストレイヤーは不透明度を 10% にします。これは先ほどのセイバーの例に倣ってグローのレイヤーを作成しています。グロー具合は後で調整するのでとりあえずこんな感じでいいです。このできたコンポジションを新規コンポジションでくるみます。できたコンポジションの名前を変更してあげましょう。名前を M アンダーバー、カラーアンダーバー、テストという名前にします。ではこのコンポジションで色の調整をしていきます。平面を作成して名前をグラッドという名前に変更します。エフェクトの描画から4色グラデーションを適用します。クリエイターズスペースでアフターエフェクツを学ぼう。分かりやすい動画コンテンツも充実。コミュニティの仲間と情報交換してモチベーションアップ。課題チャレンジでは自分が作った作品について講師からの個別のアドバイスを受けられます。初月会費無料、入会特典でトランジションプレゼント、今すぐチェック。分かりやすいようにこの平面レイヤーの描画モードをスクリーンにします。この4色グラデーションの4点のポイントをテキストの周りに配置します。色を変更します。好きなように色を設定してください。
色が設定できたら、この平面の描画モードをオーバーレイに変更します。オーバーレイで合成すると白と黒を残しつつ、グレー部分に色をのせることができます。今回はビビットカラーが好みなのでビビットカラーにします。コア部分の白が嫌でもっと色をのせたい場合、元のテキストの白い範囲をトーンカーブでなくしてあげることで色がのります。今はコア部分は白が欲しいので、トーンカーブはオフにしておきます。ここに調整レイヤーを作成して、名前を CC という名前に変更します。ここにカラー補正からトーンカーブを適用します。このトーンカーブでグローの明るさを調整します。コントラストをつけてグローをシャープなイメージにもできます。トーンカーブ一つでかなりグローを調整できるので、試してみてください。ここで意識することは、調整レイヤーなどを複数重ねる場合、AE ではレイヤーの下から順番に合成処理をするということです。レイヤーの順番で最終結果が変わるので注意が必要です。そして他にもグローの調整でよくやるのが、レイヤーを複製してスクリーンで合成すること。これも簡単にグローを強化できます。それと元のテキストレイヤーの不透明度を調整するやり方です。このようにコンポジション間をまたぐときは、必ずコンポジションに鍵をかけて2画面にして、合成結果を見ながら調整するようにしましょう。これはものすごく大事なことです。左側の色がついた状態の画面を確認しながら、不透明度で調整していきましょう。今回は大雑把にグローを強めるため不透明度を濃くしました。 AE ではこのようになるべく最終レンダーに近い状態で確認しながら調整することがものすごく重要です。それでは4色グラデーションにアニメーションをつけましょう。ポイントの位置にキーフレームを打ちます。ショートカット U でキーフレームを表示します。ポイントが回るようにキーフレームを打っていきます。キーフレームは30フレーム間隔で打っていきます。いい感じですね。キーフレームをすべて選択して、オルトを押しながらドラッグして間隔を調整します。240フレームで一周するようにキーフレームを移動します。最終のフレームを1フレーム分枠外にずらします。これでループが作れました。キーフレームを右クリックで時間ロービングをかけます。時間ロービングをかけることでアニメーションのスピードを一定にすることができます。再生します。いい感じですね。いかがだったでしょうか。今回は簡単にグローの作り方を紹介しました。確かにグローのエフェクトを使用してしまえば綺麗に光ります。ですが今回やったように自力で作業しても綺麗なグローは簡単に作成できます。私はディープグローなどのグローエフェクトはほとんど使いません。それは先輩にグローは自分でつけるのが最も美しくなると習ったからです。今はディープグローなどがあるので利用した方がいいかもしれませんが、私はこのように自力で光らすことが多いです。このやり方なら大抵の応用が効きますし、どんなものでも光らすことができます。今回はレイヤースタイルの交際を使用してぼかしましたが、エフェクトのブラーを使って複数のレイヤーを合成すればどんなものでもグローがかけられます。ぜひ皆さんもやってみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。